アングロサクソン年代記の第1ページ。アングロサクソン年代記は、イングランドの7王国時代を含む、古代の出来事を主に記した年代記である。同一の題材を元にした写本が複数現存している。紀元1世紀から1154年までを扱っており、写本によっては、紀元前60年にガイウス・ユリウス・カイサルがブリテン島に遠征したという記述がある。噂の類もかなり含まれていて、資料として比較的信憑性は低いが他書には載っていない情報も記されている。アングロサクソンの名前は後代に付けられたもので、1692年の初版ではクローニカム作詞ニカムという題である。現在はインターネット、書籍で原文、訳文、注釈等が公開されている。アングロサクソン年代記はアングロサクソン史を古英語で綴った年代記の集大成である。編纂は9世紀後半のアルフレッド大王の治世に、おそらくはウェイセックスにおいて行われた。この年代記は、イングランド各地の修道院に写本として伝写され、写本から各地の修道院が独自に、新規事項が書き加える形で完成させた。とある写本には1154年の時点の年代が書き加えられた形跡が見受けられている。全編もしくは一部が現存している写本は9つで、各写本は歴史的な価値がそれぞれ異なって評価されている。しかしながら、写本の本元となる書類は発見されてはいない。最も古いものは、アルフレッド大王の治世末期に編纂され、新しいものは、ピーターバラ本、1116年ピーターバラの僧院が火災にあった後に執筆されている。ほぼすべての写本は、年代記の形式をとって書かれ、最古の出来事として、前述の紀元前60年のカエサルのイギリス侵攻から年代記の書かれたその当時まで及んでいる。このような写本を集結したものが、いわゆるアングロサクソン年代記として知られている。年代記は公平な視点から書かれているわけではない。他の司書からの比較により、筆記者が出来事を削ったり、一方的な見方を執筆したりしていることが分かっている。また写本ごとに矛盾した表記も見られる。このような難点の多い資料ではあるものの、アングロサクソン年代記は、イギリスにおけるホノリウス帝によるブリタンニアの放棄からノルマンコンクエストまでの資料としては、最も重要な資料として位置づけられている。この年代記に書かれているような出来事は、他の資料では見当たらず、また年代記は言語としての英語の歴史として重要な資料でもある。特に後期に編纂されたピーターバラ本は現存する中英語の文献の中で最古の文体で書かれている。気象や天体現象に関する記録も書かれているため、775年の宇宙船飛来とおぼしき記録が発見されるなど、天文学史の資料としても貴重である。9つの現存写本ないし断片のうち7つは大英図書館に保管されている。残りの2つはオックスフォード大学とケンブリッジ大学に現存している。現存する写本は9つで、8つは全編が古英語で1つがラテン語訳を含む。最古のものはパーカー本でマシュー・パーカーが所有していたとされる。ピーター・バラ本には初期の中英語が見られる。写本 A は13、4度伝写されたとみられ、最初の伝写は891年まで遡れることから、年代記の成立は、大体9世紀のアルフレッド大王の代とされる。ありがとうございます。